はい、どうも、ピンハゲです。挑戦状第6回のチャレンジしてくれた方々の動画を紹介したいと思います。でですね、僕、2週間くらい前にこの家に引っ越してきたんですけども、なんとね、まだ、インターネット回線が、届いておりません。で、当初はですね、ここに引っ越してくるときにはもうネット使えるよっていう風に手続きを済ませておいたはずなんですけども、ちょっとですね、回線業者さんの、伝達ミスとかによってね、それが重なりに重なりまくって、今現在もね、ネットが届いてなくて、で、遅すぎてまともに動画とかも実は見れてません、全然。そういうこともあって、今回の第6回の挑戦状曲の動画を弾いてくれた人たちに対してね、ちょっとレスポンスをね、うまい具合に返せてなかったのは本当に申し訳ございませんでした。で、なんとかあの手この手を使って皆さんの動画を無事見ることができましたので、今回第6回の挑戦状企画、チャレンジャーの動画チャレンジしてくれた猛者たちの動画を紹介していきたいと思います。で、今回第6回の挑戦状フレーズどんなのかわからんって人はね、概要欄に載せてますので、そちらをまず最初見ていただくと、こちらの動画がね、さらに面白く見れると思いますので、先にそちらをどうぞ。で、毎回ね、ここで挑戦状フレーズのコツとかポイントをここでちょっと紹介するんですけども、今回の第6回の挑戦状フレーズはですね、ポイントは1つしかございません。はい、今回の第6回の挑戦状フレーズのポイントはこちら。親指です。そう、今回の第6回の挑戦状フレーズはですね、なんと、数えてませんが、6割以上は親指で演奏されております。はい、このようにですね、ベースという楽器はですね、親指を使う頻度がですね、とても高いベーシストが稀にございます。そしてその親指だけを使いまくった怒涛のフレーズが今回の第6回のフレーズとなっているわけです。我ながら親指泣かせのフレーズを作ってしまったなと思ってるんですけども、それでもね、やっぱ弾かれちゃうんだわ。でもね、皆さんね、親指がもげたとか、親指が痛くてもう弾けませんとかね、あーみんな頑張って僕の作ったフレーズ弾いてくれるんだなーってね、ちょっとね、ほっこりしました。はい、ということでね、今回の第6回挑戦のフレーズを弾いてくれた猛者たちを紹介していきたいと思います。行ってみよう。はい、1人目はですね、なんと僕が挑戦状動画を投稿して3時間以内にね、なんと、最速で投稿した最速猛者でございます。今回の最速猛者は辻さんに決定しました。3時間やってめっちゃ早くないですか？ちなみにこの挑戦状で毎回ね、最速猛者を狙っているというマニアックな方々がいまして、で、僕個人的なんですけども、こういう最速を狙っている方々は僕が挑戦状企画をポンって上げた時にどれだけ本気でタブフを見ているのかっていうのが気になります。あと、めっちゃ椅子が柔らかそうです。では次。はい、お次は実家のような安心感、むつみさんでございます。はい、この間ですね、むつみさんからの挑戦状を僕が演奏した動画を取り上げましたが、今回はむつみさんがね、僕の第6回の挑戦状を弾いてくれてるという事案でございます。で、毎回指板が光っておりますとかいうのもつまらないので、ちょっと今回軽くむつみさんの弾き方についてね、僕なりに喋ってみたいと思いますが、ベーシストって結構ね、右手の親指がこう反ってる人が多いんですね。で、僕なんかも90度くらい反ってるんですが、で、結構質問とかでもね、スラップするにはやっぱ親指反ってないとやりづらいですかとか、反ってなきゃダメですかとかいうのも聞かれるほど、ベーシストと親指の反りというね、関係は結構密接になってるわけでございますが、で、見ていただいた通りですね、むつみさんは親指が全く反ってないんですね。見る感じね、反りは全くない180度の状態で、アップダウン奏法をやっております。で、結構ね、親指が反ってないからスラップは向いてないからやめとこうみたいな思ってる人も多いみたいです。そういう人たちはぜひね、このむつみさんの親指が反ってないバージョンのスラップ奏法をね、研究してみてはいかがでしょうか。っていうか、むつみさんってめっちゃマッチョじゃね？次。
サシストオレオさんでございます。オレオさんはですね、以前も挑戦状に挑戦していただいてまして、動画で紹介させていただいたんですけども、結構コメントにてね、あ、オレオさんだオレオさんだみたいな知ってる人が多くて、モノサシスト界ではね非常に有名なプレイヤーでございます。で、今回もこの超絶スラップフレーズをモノサシで弾き切るっていうのはやばいですね。よく見たらこのモノサシの下になんか黒いコンデンサーマイクみたいなのが設置してありますね。これが非常に気になりますね。で、さらに言うとこの物差しを置いているテーブルみたいなやつも、これは物差し専用のものなのか非常に気になるところではありますね。で、僕も軽くね物差し演奏やったことあるんですけども、めちゃめちゃピッチ取るのむずいんですよ。こんなに綺麗にねピッチ取れないですよ普通。恐るべし物差しスト。バッチバチでとてもかっこいいんですけども、ビブラートがえぐい。このビブラートだけでご飯3杯あげちゃいますね。で、僕前回あげた動画で黒の箱辺をね弾いてるんですけども、黒いボディのベースって指紋とか汚れが超つきやすいんですよ。なので素やりの黒いボディって結構メンテが大変だと思ってまして、しかし T 杉山さんのボディはですね、見てください、ビッカビカでございます。 T 杉山さんのベース愛がもう溢れ出てますね。めっちゃ素敵です。では次、はい、お次はレオさんでございます。で、レオさんのコメントでテンポは前回より遅めですが実際弾いてみると結構難しかったですと、言ってるんですけども、で、今回の挑戦状ねこういう感じでテンポ遅いから今回余裕だべと思ってやってみたら難しかったって言ってくれてる人がね、多かったです。嬉しい。で、皆さんレオさんのテクニックに目と鼻と口がですね、目と耳が釘付けになってると思いますが、奥に漂う機材のこだわりが感じられます。次、1039プロさんでございます。これは僕が使ってるベースのメーカーと同じメイワンズというメーカーでございます。またはマヨネーズと言います。いや、やっぱマヨはいい音しますね。ゆうすけさんいい音なってますね。いや、このボディの深い青みたいな色めっちゃいいっすね。僕めっちゃ好きですこれ。では次、はい、次、福島亮大さんでございます。で、福島さんね、すごい指先がこう器用で細かいテクニックがめっちゃバイバイなんですけども、個人的にこの福島さんのヘア、
アップライトは置いてあるし、お酒もなんかいっぱいあるし、いいですよね。で、僕は一切お酒飲めない男なんで、ちょっとわかんないんですけども、なんかお酒好きなベーシストって、こう、ジャズバーとか超似合いそうでいいなって憧れがあります。なので、30、40年後は僕もね、飲めない酒を片手に持ってね、格好つけていきたいなと思ってます。福島さん、とても素敵なベーシスト猛者でございました。次でね、撮影してますね。チキンスープの行動力恐るべし。でアングルとかもね、もう躍動感漂う感じでガーって動いたりとかしてね、見てて面白いですね。でチキンスープさんの YouTube チャンネルでなんかね、挑戦状が上がった日のなんかモーニングルーティーンみたいな動画が上がってて、気になる人はねチャンネルチェックしてみてください。はい、いかがだったでしょうか。全員はねちょっと紹介できなかったんですけども、ごめんなさい。今回はね、コンセプト親指地獄ということで紹介させていただきましたが、いかがだったでしょうか。毎度のことながら挑戦してくる人たちがね、すごい多くなってきてありがたいんですけども、やっぱり悔しいです。で、今回の第6回挑戦状の反省点としましては、ちょっと長かったかなと思いました。ごめん。皆さん的にもね、多分こういう紹介動画で見やすい尺っていうのは2、30秒くらいかなーと個人的には思ってますので、次の挑戦状はね、10秒くらいにテクニックを凝縮させたすげえ濃ゆいフレーズを作ってみたいなと思ってますので、そこら辺もお楽しみにしてください。はい、僕のチャンネルはですね、週に3回動画投稿しておりまして、今回のね、この挑戦状動画面白いなーと思ってくれる人はぜひチャンネル登録お願いします。で、サブチャンネルはね、軽い動画を毎日投稿しておりますので、そちらもチェックしてみてください。では次回の動画でお会いしましょう。バイ。